今日はスキーレッスン3回目なんですが、ファミリー家族ぐるみのファミリースキーに来てるので、石内丸山に小さい頃から来ていて、その家族のファミリースキーに来てるので、ここから、レッスンに向かいたいと思います。今から石内フリースタイルジュニアの先生をしてきます。行ってきます。じゃない？かけたらもうすぐ返して、ボックスの上に板を上げる。ボックスの上に板を上げる。上げて返す。よ。そうだね。ストックなくてもいいかも。ただいま石内フリースタイルスキージュニアのレッスンが終わりました。今日のコーチは私とタカさんと下山健郎さんの3人でした。で、今日は、生徒の子供たちのからリクエストのあった自分を中心にやってきました。2セブンアウトとか2セブンインとか、足を引っ掛けながら、プレッツェルをしたり、あとは、小さい子たちは、ジャンプでインしたり、ジャンプでアウトしたり、ボックスの上でスライドさせたり、いろいろチャレンジしました。そして私も苦手な右足前の自分をやったりしました。今日はいろいろと収穫が多かったです。そうですね、今日はなんと初めて晴れました。レッスンで最近毎回来ると雪だったので、いい天気で良かったです。また次のレッスンも楽しみにしたいと思います。今から宿泊先のロッジに帰ります。ありがとうございました。